プレジオ LDK こっち 10.3 畳あるんです。はい、アクセントタイルっていうのをお部屋に入れてお部屋の雰囲気をちょっと変えています。おしゃれな照明も備え付けで付けてます。すごい、これ備え付けなんですか。そうなんです。すごいですね。このチャンネルは大阪の賃貸マンションもご紹介しております。仲介手数料は一切かかりません。さらに独自の特典もあります。今日は大阪市浪速区にあるプレジオ南部ウエストにやってきました。プレジオに新しい仲間が加わったということで、今日は早速お部屋を案内してみたいと思います。それでは早速しんじちゃんをお迎えに行きましょう。いらっしゃいませ。どうぞ。失礼します。どうでしょう、まずこちらで。わー、綺麗。すごいですよね。新築なんでね、うん、でこちらはブラウン基調っていうタイプで、はい、床とか家具とかが全部ブラウンになってます。確かにおしゃれですね。ありがとうございます。綺麗です。照明も見てください。はい、なんか賃貸マンションで照明とかまだそもそもついてないとことかあるんですけど、はい、うちはこんなちょっとおしゃれな照明も備え付けで付けてます。すごい、これ備え付けなんですか。そうなんです。すごいですね。綺麗です。他なんか気になるとこないですか。もう壁が気になります。おー、お目が高い。これがプレジオシリーズの特徴で、はい、アクセントタイルっていうのをお部屋に入れてお部屋の雰囲気をちょっと変えています。すごいですね。そうなんです。上にライトがついてるんですか。あ、そうなんです。ちょっとこれ調光してみますね。いきますよ。ほら、わあ、調光が、ね、できる仕組みになってます。すごい。この穴は何ですか。この穴がですね、ちょっと今まだ建設中でできてないんですけれども、はい、Wi-Fi の穴になります。出来上がったら Wi-Fi のこのパスワードを入れていただくだけで、もう入居した日から Wi-Fi 環境を使っていただけるような仕組みになっています。すごいですね。手続きが面倒なイメージだったのですごく助かりますね。確かに契約とかする必要がないのでね。うん、便利です。いいと思います。キッチン見てみたいです。どうぞ。広いですね。キッチン大きいですよね、うん、賃貸マンションですから。すごいです。コンロも2つあるんですね。そうなんです。しかも斜め、なんか縦の、はい、コンロとかよくあるじゃないですか、はい、じゃなくて斜めなんでしっかり鍋とかフライパンとか置いていただけます。確かにお料理好きなので嬉しいです。あ、そうなんですか。すごい。まな板もしっかり置けますよ。本当ですね。ここがない物件も多いですもんね。で、こんなちょっとすごい狭かったりするじゃないですか、うん、広々してます。うちの物件はシンクも大きいし、あと上下に収納もついてますね。本当ですね。はい、開けてもいいですか。どうぞ。うわ、広い。たくさん入ります ね。そうですね。すごい。料理をする方には何かと便利だと思います、うん。すごい大きいですよ ね。収納スペースないお家多いんで、うんうん、嬉しいですね。キッチンの下にね。綺麗です。すごい。あとは、あ、このスイッチ、はい、これがね、はい、キッチンにいながらお風呂とかを予約できるボタンになってます。お、便利ですね。ね、便利ですよね。すごい。あとはカラーモニター付きインターフォン、うん、と洋室もどうでしょう。お、綺麗です。ここが、3.3 畳なんですけど、うん、なんか大きいベッドとかも置けそうじゃないですか。確かにすごく広々して見えますね、うん、これはクローゼットですか。そうです。開けてください。この大きさ賃貸で珍しいですね。なんかあんま、結構大きいですよ ね。壁一面だし。すごい広いですね。大きいクローゼット。上にも物置があるんですね。そうなんです。すごい便利です。洋室は 3.3 畳だったんですけど、はい、LDK こっち 10.3 畳あるんです、はい、
広いですね。大きいですよね、 LDK で10畳を超えてるので、次お風呂場が左手にあります。はい、開けてみてください。失礼します。うわー綺麗です ね新築なんで全部ピカピカですよね、うん、独立洗面台あるのすごいいいです。大事ですよ ね。ここも収納できるんですか。はい、開けて多分開きますよ。わすごい、これは助かります。助かりますよね、はい、おー綺麗ですね。コンセントもありますね。そうです、すごい。その下の収納も意外に大事だと思います。確かに2段になってるところが多いです。わーすごい、これはいいですね。すごい収納。こっちの洗濯機置き場の上にも例えば、まあ、洗濯機置いて棚とかつけていただいたら、はい、もっとスペースを有効活用できるかもしれないですね。確かにそうですね、すごい。お風呂もポイントなんでどうぞ。あ、失礼します。じゃーん、わーすごい。え、テレビですか。そうなんです、すごい。これ16インチのテレビがついてて、うん、お風呂でテレビを見れるという優雅なバスタイム、すごー、過ごしていただけそうですね。いいですね、住みたいです。おお出ました、住みたいですじゃあ最後にトイレ行きましょうか。はい、トイレもこちら、まあ、新築なんでウォッシュレット追記でピカピカ、うん、上の棚って意外に大事じゃないですか。あ、欲しいです。絶対にトイレットペーパー置いたり、うん、すごいですね。そうなんです、全部綺麗です。ありがとうございます。あとは玄関、あ玄関なんかこの床とかもちょっとポイントですね。確かに大理石風のタイル、ね、高級感があります。お出かけ前の身だしなみチェック、うん、確かに鏡を別で買わなくていいのはすごいいいですね。確かに、確かに。どうぞ開けてくださいわ、シューズクローゼットですか、ね、上まで高さがあるシューズクローゼットになってます。すごい、もしかしてこれは取れますか。そうなんです、高さが調節できる仕組みになってます。すごい、ブーツとか入れるのにいい、うんうん、いいですよね。綺麗。プレジオナンバーウエストどうだった。すごい綺麗でした。収納もたくさんあって、うんうん、でライトとかアクセントタイルとかすごいこだわりがあってめちゃめちゃ綺麗な物件でした。おーよかったです。プレジオナンバーウエストはペットシーク、2人入居も可能で無料インターネットやオートロックなども完備しております。それでは物件のおさらいです。問い合わせは動画の説明欄からお願いいたします。 LINE でも気軽にお問い合わせをしていただけるようになりました。 ID はこちらです。この動画がいいねと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。 Instagram や TikTok、Twitter などの SNS もフォローをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。